雪降ったんでこんな感じで水仙ちょっと倒れちゃってますね。多分これは自分が植えたやつじゃなくて自生してるっていうか、まあ前の人が種まいてたのかは分かんないんですけど、勝手に出てきた水仙です。で、あとこれも咲いてますね。ちょっと名前は分かんないんですけど、まだちょっとちっちゃいんでこんな感じで、であと日陰際っていうのもあるんでしょうけど、なんか実家にもこれ同じようなの近くに咲いてて、それは全部真っ白だったんですけど、これはところどころちょっとこんな風に緑あったりしてるので、まああの茶葉で日葉でちょっと陰で咲かなかったっていうのもあるんでしょうけど、そんな感じなんですけど、でもちょっとこの生垣の日葉とこれがすごい近すぎるんで、ちょっとこれ切ろうかどうか迷ってますね。あんまり近くてもちょっとあの剪定ができなくなるかなと思うんで、庭の管理がしづらくなるかなと思うんで、あとこれもみじですね。ちょっとかなり荒々しく枝が出てますけど、まあちょっと葉っぱ出始めたらちょっと形整えていこうと思います。で、松もちょっとこのもう幹が完全になかったんで、あの葉っぱに隠れてたんで、ちょっと幹を出すためにちょっとここら辺透かしてやってましたね。まだ上の方とか全然できてないんで、上の方もちょっとやっていかないとなっていうところです。で、あとこれ多分桜だと思うんですけど、こんな感じでもう切られちゃってるんで、まあとりあえずちょっと枝だけちょっと出てきてる感じですね。はい、あとこれアジサイですね。ここに一応生えてるんですけど、ちょっとここ多分もともと生えてはいなかったんで、もうちょっと小さくするかちょっと切っちゃおうかなとは思ってますね。多分この庭の作り的にこの石があって、こう登ってここから登ってこういう感じでここ通って、でこの階段登っていくのかなっていう感じなの で多分ここ通り道なので、これは切っちゃった方がいいのかなと思ったりしてますね。で、まあ、庭はこんな感じですね。この松は枯れちゃってます。これがもみじですね。でかなりちょっと上の方伸びてきてるんで、ちょっと切ろうかなと思ってますね。結構雨どいとかに落ち葉入ったりするんで、まあ、雨どいより低い位置にちょっと枝を切っていきたいなとは思ってます。はい、ちょっとなんかゴミ落ちてるな。でこれもうちょっと枯れちゃってますね。なんかすごいいい匂いしてましたね。はい、これは名前わかんないですけど、これはちょっとイカシで、これもみじだと思うんですけど、でなんかすごい近いんですよね、こっちにもあるし。なのでちょっとこれもみじ切ろうかなと思ってたりします。あまり近すぎてもうちょっと風通しが悪くなるんで、でここら辺にもいっぱいアジサイの木がありますね。ここら辺一面、まあ、ちょっといくらか省いちゃっていいのかなと、まあ、咲き終わってからちょっとやろうと思ってます。でこれも多分モミジなんだと思うんですけど、なんかここら辺すごいうるさいっていうか、なんかいっぱい生えてるんですよね。奥にもなんかちょっと生えてるし、
だからこのもみじ、これとこのもみじもちょっといらないのかなと思ってたりします。やっぱり落ち葉とか結構出るんで、そういうのとかも大変になっちゃうんで、あの常に緑の葉っぱのやつ、常緑樹より落葉樹はちょっと切っちゃった方がいいのかなと。もみじいっぱいあるんでね。これももみじですね。ここら辺はいっぱいアジサイ、でっかい木ですね。これもあんまり高いとあれなんで、ちょっと切っちゃっていいのかな。あの二股に、この二股に分かれてるところから本当は上は切っちゃいたいなと思ってます。なんか元気いいのか悪いのか分かんない木ですけど。でここにもなんか、あの切ったのか折れたのか分かんないですけど、なんかヒノキなのかヒバなのかサワラなのか分かんないですけど、こんな感じのなんか木が生えてますね。ちょっとここら辺うるさいんで、まあこの木は生かしつつ、ちょっともうちょっと整理したいなとは思ってます。この木もすごいでっかいですね。名前がわかんないですけど、そんな感じですかね。あとはこれが杉の木ですね。まあちょっとここら辺は枝切ったんですけど、まあ、ちょっと手の届く範囲はあのここら辺に茂って、ちょっと下のツツジとかの発育を阻害してたんで、まあ、歩くのにも邪魔だしって思って切りました。ここら辺はツツジですね。一体はツツジはちょっとあの花このあと夏前までに生えてくると思うんで、それが咲いてから切っちゃってもいいのかなと思ってます。はい、こっちもツツジの生け垣ですね。でこれ杉ですね。あとこれ松。松こっちだけ生えて、こっちも枯れちゃってますね。あ、なるべく綺麗に生えてくればいいなと思ってます。はい、そんな感じです。